阪都構想、これが大阪変われるか変われないか境目なんです。大阪が変わるラストチャンス、必ず実現させなければなりません。今佐藤はこの大阪都構想、住民投票さえ潰そうと議会でものすごい抵抗を行っているんです。大阪都構想、こんなに大阪市民の皆様にとって重要な課題、最後は住民投票でご判断いただきたいんです。議会でその住民投票、皆様の権利潰させてはなりません。もう少しだけ大阪維新の会にお力お貸しください。私、永井光大、大阪維新の会住之江区政対策委員、ここ住之江で全力尽くしてまいります。大阪都構想の住民投票、絶対に実行させます。皆様の権利守るために戦ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。大阪都構想、これが大阪変われるか変われないか境目なんです。大阪が変わるラストチャンス、必ず実現させなければなりません。今佐藤はこの大阪都構想、住民投票さえ潰そうと議会でものすごい抵抗を行っているんです。大阪都構想、こんなに大阪市民の皆様にとって重要な課題、最後は住民投票でご判断いただきたいんです。議会でその住民投票、皆様の権利潰させてはなりません。もう少しだけ大阪維新の会にお力お貸しください。私、永井光大、大阪維新の会住之江区政対策委員、ここ住之江で全力尽くしてまいります。大阪都構想の住民投票、絶対に実行させます。皆様の権利守るために戦ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。大阪都構想、これが大阪変われるか変われないか境目なんです。大阪が変わるラストチャンス、必ず実現させなければなりません。今佐藤はこの大阪都構想、住民投票さえ潰そうと議会でものすごい抵抗を行っているんです。大阪都構想、こんなに大阪市民の皆様にとって重要な課題、最後は住民投票でご判断いただきたいんです。議会でその住民投票、皆様の権利潰させてはなりません。もう少しだけ大阪維新の会にお力お貸しください。私、永井光大、大阪維新の会住之江区政対策委員、ここ住之江で全力尽くしてまいります。大阪都構想の住民投票、絶対に実行させます。皆様の権利守るために戦ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。大阪都構想、これが大阪変われるか変われないか境目なんです。大阪が変わるラストチャンス、必ず実現させなければなりません。今佐藤はこの大阪都構想、住民投票さえ潰そうと議会でものすごい抵抗を行っているんです。大阪都構想、こんなに大阪市民の皆様にとって重要な課題、最後は住民投票でご判断いただきたいんです。議会でその住民投票